Eikichi Yasuwa News and Information. Welcome to Rock and Roll. どうも、辻田六郎です。本日も矢沢永吉のニュース、矢沢永吉関連のニュースを AI の読み上げ機能でお届けいたします。多少イントネーションや読み間違いがありますが、アプリがバージョンアップされるまでこのまま使用します。チャンネル登録、高評価、コメントをお願いいたします。それでは最後まで楽しんでください。本日のニュースはこちら。作詞家、売れの正勇氏、熱烈な逆オファーが実って書いた矢沢永吉の代表曲、素晴らしい男だな、と、スポニチ・スポニキア・ネックス芸能、少女 A や、2億4000万の瞳などの代表曲を持つ作詞家の売れの正勇氏72が YouTube チャンネル、ラジオ川越チャンネルにゲスト出演、日本を代表するロックシンガー、矢沢永吉73との交流を明かした。売れの氏といえば、約1400曲の楽曲を書いてきた昭和歌謡界の大御所、作詞家として成功を収めても忘れられない初心があった。いつか名前が売れたら矢沢さんからオファーがあるんじゃないかなと思っていた。大学生の時に見たロックバンドキャロルのコンサートで受けた感動が原点。解散した後も矢沢の動向を気にしていたものの、何年待ってもオファーが来ないんですよ。自分のこと嫌いなのかなとか、知らないのかなとか、いろいろ考えて、と、当時の心境を口にする。そして、運が売れの氏に味方した、知人が偶然、矢沢のスタッフになり、生まれたパイプを通じて、矢沢さんの曲、書きたいんだけど、書かしてくれないかなと逆オファー。自身の作詞イメージなどを県の知人に、2時間力説し、ついに矢沢と福岡で、直接交渉することに成功したのだ。夜、僕は飲めないけど、一緒に遊んだり、話をしたりして、ああ、素晴らしい男だなぁと、魅力の虜ですよね。会っている時は、一切仕事の話をしなかった矢沢から、スタジオに招待があったのは、約1ヶ月後。代表曲、サムバディーズナイト、1989年は、売れの氏の感性とともに、世に出た